はいどうも、お茶です。じゃあ今日はね、ジョギーを使ってランクマやっていこうと思います。やっぱりこの時間は同団はいないですね。ってことで、格上検索で。いるかな？お、たくさんいる。うん、4品。あー、この人、この前やったポチョブキーの方だよね。いやー、4品がいないな。まあいいや。あ。いや。ちょっと赤弾って言っても勝負にならない気がするんだよな。くそ。どうだろう。3品ってのがちょっと気になるんですけど、まあ、やってくれるかな。寝落ち勢の可能性もワンチャンある。飛べる豚さん。これは寝落ち勢かな。多分寝落ち勢。なるべくね、20段以下とやりたいんですよね。20段以下とか20、まあでも20段だったらいいか。お、19段。バジルシード、なんだジョギーかなわかんないけど。ってことは、相手ソルの方ですね。バジルシード、ジョギーじゃないかジョギーわかんね。名前にジョギーついてるから、もしかしたらジョギー使いの可能性も。どうしよう。今のヒット確認できたらよかったな。やったー、コンボはしっかり成功する。やっぱりこのあ重大なことに気づいた。これ R1 がやばいかも。木陰やってて R1 が R1 じゃなくなってる。あ、漏れた。何言ってるか分かんないかもしれませんけど、ほらやっぱ出ない。足払いが出ない。ダストが出ない。これはまずい。縛りプレイをしていかないといけない。今だ、帰ろう。アクセシビリティボタンの割り当てこう。はい早い。やっと出た。レベル2なら OK。 ボールか締めか。やべ、なんか表当て裏落ちみたいになってたぞ今。やばいこれ。疲労入れていかないと。これダウン取れねえ。ミスだ。立ち合い下段ミスと。立ち合いじゃねえ。もういいや、喋らない。無理。うわ、コインなくなってた。終わった、これ。だが俺は諦めないぞ。コインなくても戦えるんだ、ジョギーは、きっと。あー、無理か。これ多いな。ちょっと気入れていきますか。よし。ちょっとね、2S を振ってるんですけど、タッチキーに負けてるんだよな。牽制の振り方が下手くそですね、俺。バックステ狩りか、今の。これバストか。ヒット確認できないか。ジャンプ狩りうまいね。マイパンのジャンプ狩り発生されるときついんだよね。これダウン取れる。ちょっとダサいけど、あミスった。こうじゃねえ。切りはめしようと思った本当は。うわー、オッケー。ふう、緊張するな。なんか開幕はコイン。もうちょい投げを使っていきたいな。うわー、しっかり対空出る。コンボ落とさない。これ動きが19段じゃないな。19段のダッシュ様子見とかしないからね、絶対。俺の勝手な印象だけど、多分これサブキャラなんじゃないかな。最近の19段はこんな強いのか。ちょっとやりづらいっすね。しっかり様子見してくるタイプなんで。ああ、もったいね。金馬許しちゃったか。くそ、重なってなかった。これ投げがく。うわー、もったいね。バサクか。よいしょ。ああ、ミスった。くー、なんかコンボ入りづらいな、こいつ。ソルなのか、本当に。これはカクテル。あざっす。で、やってこない。ヒット確認をして行きたい。ちょっと待って、集中するわ。集中してヒット確認する。もうあとなんかこすって当たったら勝ちだからね。やべ。オッケー。最後のはカナリオンぶっぱでしたね。いや、よかった。けどこういうちょっとリスクのある行動しないか勝てないっていうのはすごいまずいっすね。基本的な部分で負けてる。どうしようかな。待たれるのきついっすね。なんかコンボミスるな。やべ。バクステ狩り。これはダウン取れる。おいしい。おいしい。オッケー。ここはすかし下段を選択しようと思ったらボルか。いやー、2P 側のセトレむずいな。これは確定。赤もないんでね、あっち。なんか漏れた。あー、え、あれ勝ったの？ガンフレ引っかかったと思った。ちょっとごめんなさい、今日集中して全然喋れてねえや。あんまり喋れる相手じゃないっすね。なめてました、19段。ここにでね。オッケー、レベル2。おいしい。さあどうする。さあどうする。バスト読む。来ない。ここはバスト読んできましたね。ちょっと安いダメージになりましたね。どうしよう。下段すかし下段か。ここで無理。ヒット確認をしていきたい。バックステでなかった。バックステでたら勝ってた。やばいな、本当に集中してる。オッケー。ここが暴れる人多いんですよね、6K の後。6K はね、直がしないとね、暴れない方がいいと思う。しかも足払い暴れか。いや、噛み合うな。これ安い。大丈夫。でね、ほんとやったー、隠ってましたね今。やった、これ脳死 J ハイ。危ね。さあコインが1枚どうしますか。中段もう一丁、くそ、こう削れる。オッケー。あべえ。いや、なかなかにちょっとね、結構手強かった。ふう。まあでもなんとか勝ち越せたんでね。いやー、そうですね、もう結構待たれんのつらいですね。攻め方がわからないんで、もうちょっとレベル上がったらガツガツ攻めてっていいんでしょうけどね、レベル1の時の攻め方がね、あんまりよくわからないですね。はい。ということで今日の動画はこんな感じになりました。では失礼します。